すいません、今から IKEA の購入品をご紹介していくんですが、ちょっと先ほどのオープニングの時の動画より暗く映ってるかもしれません。ちょっといろいろ用事があって撮影が今になってしまいました。久しぶりに IKEA でお買い物したんですけど、とても新商品が増えてて可愛らしいグッズがたくさん売ってあったので、今回そちらもご紹介しながら、定番の商品もありますので、すごく楽しんでいただける動画になっているかなと思います。まずは、買ったものを簡単にご紹介していきますね。今回キッチングッズが多めとなっております。はい、まずはこちらですね。卵焼き用のフライパンを購入しました。今使っているものがコーティングがちょっと弱くなってきて新しく購入したんですけど、これがですね、このような感じのフライパンになってて、取っ手がですね、とっても可愛いんですよ。木材でできていて、すごくナチュラルな感じが気に入って購入しました。これはね、ちょっと一目惚れで購入しました。今使っているものをもう処分してこちらを使っていきたいと思います。商品なんですかね。今流行りの調理ポットを購入しました。はい、このような感じの、お鍋というか片手ポットっていうんですかね。すごくね、見た目が可愛らしいんですよ。今こういうタイプのお鍋ってすごく流行ってますよね。使いやすさどうなんだろうと思ってずっと気になってたんですけど、今回思い切って購入してみました。まあ、お味噌汁が家族4人分ぐらいは作れそうな大きさのお鍋で、まあ、この取っ手もすごく持ちやすくて、若干ではあるんですけど注ぎ口があるので、このままこうジャーッと注いだりするっていうことも可能なんじゃないかなと思います。でガス火も IH も、対応可能っていうことですので、幅広く使えるんじゃないかなと思います。続いてはこちらです。これはですね、まな板なんですけど、この大きさで非常にお安かったので購入してみました。厚さはまあ1センチぐらいだと思うんですけど、まあ、割と薄めで使いやすい大きさのまな板だなと思います。お肉とかお魚のような生鮮食品をカットする際に、やはり木のまな板だと衛生上気になってた部分もありまして、そういったものをカットする場合に使おうかなと思っております。は
はい、続いてはですね、開封した袋を閉じるためのクリップですね。2種類買ってみたんですけれども、まず1つ目こちらです。こんな感じのクリップなんですけど、これは私が今好んで使っているセリアのこういう同じような感じのクリップと、まあ、ほぼほぼ一緒のような形状ですね。息子がですね、どうしてもこれをパキッと開きすぎちゃって壊すっていうことが多発しておりまして、まあ、今回せっかく IKEA で同じようなものを購入してみようと思いまして買ってみました。カラーがすごくおしゃれで、ブラックとマスタードのようなカラーですね。これを購入してみたのと、用途としては同じなんですが、形の違うクリップを買ってみました。これは本当にクリップっていうような感じのものなんですが、はい、大きさが2種類のクリップが入っていました。こんな形の形状なんですけど、この取っ手をこうやって持ち上げて本当にクリップのような感じで使うという商品ですね。かなりね、力がいります。密閉性が高くなると思うんですけど、使いやすさとしてはこちらの方がいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、これも試してみようと思って購入してみました。カラーが3種類入っておりまして、グリーンとイエローとグレーというかアイボリーというか、そういったカラーのものが入っています。はい、続いてはリネン系を購入したんですけど、まずはこちらですね。これは新商品だと思います。広げてみたいと思います。はい、ワッフル素材のタオルですね。大きさはですね、30cm×30cm の正方形のタオルなんですが、端の方にこのフープがついているので、ここに引っ掛けて吊るして使うことが可能です。これは調理中に手を拭きたいので、その時は100均に購入しているハンドタオルを使ってるんですけど、だいぶ使い古してきてしまったので、こちらに変えてみようと思います。このような感じの素材感になってて、もう本当にワッフル状のタオルって言っていいかと思います。グレーを基調としておりまして、かっこいい感じのタオルです。ガシガシお洗濯もできそうなので、こちらを今夜から使っていきたいと思います。もう一個リネン系を購入したんですけど、こちらも新商品だと思います。はい、私は IKEA のリタオルが結構好きで、いくつか持ってるんですけど、ね、これは私の大好きなこのギンガムチェック柄がすごく可愛いなと思って購入してみました。これね、すごく可愛いですよね。はい、でこちらのタオルも、こういうフープがついてるので吊るして使うことが可能です。このチェック柄のタオルと、もう一つがグレーのストライプ柄のタオルが2枚セットになっています。はい、これも食器を拭いたりとか、ボールの下に敷いて滑り止めとして使ったりもしますし、手を拭いたりとかっていう風にガシガシ使えそうなので、はい、こちらも今夜から使っていきたいと思います。
いてはこちらです。ミトンを購入しました。これは1枚単体で販売されてるんですけど、私は両手使いしたいということで2枚購入しました。こちらもフープ付きなのでかけて保管することができます。なんかすごく赤といってもすごくシックな感じの赤なので、主張しすぎないっていうのがいいですよね。このグローブタイプのミトン持ってるんですけど、なかなかちょっと使いづらいですよね、ああいうのって、はい、なので今回はこんな感じで両手で使えるものを購入してみました。はい、で最後キッチングッズはこちらですね。これは結構大きかったです。はい、木製のトレイを購入しました。かわいいですよね。これこんな感じで取っ手付きのトレイなんですけど、もうこのなんといってもナチュラルなウッド、すごく好きです。こういったトレイを持ってはいたんですけれども、ちょっともう好みのカラーではなくなってきたので、もうずっと使えそうなこういうシンプルなトレイを購入しました。お客さんが来た時とか、なんかお料理をお出しする際にやっぱりこういうものがあるとね、見た目もおしゃれに見えるので、はい、そういう時に、ね、使っていきたいと思います。はい、続いてはまあキッチングッズといえばキッチングッズなんですけど、こちらです。皆さんね、ご存知かと思います。もう名前も覚えています。コブレットという商品です。はい、本当にもうこれベストセラーですよね。イキア我が家にはこういう、まあ、ワインとかちょっと飲めそうなグラスっていうのがなくて、まあ、ただその小さい子供がいるのでやっぱりそういうものは割れやすいじゃないですか。はい、でまあ主人も好んでワインとかを飲んだりするんですけど、その時にでもとちょっと使ってもらいたいなと思って購入しました。1個200円ぐらいで購入できるので、今回はこのコップを5つ買ったんですけど、まあちょっとお料理の小鉢用の器としても使えそうですし、まあ、お客様が来られた時のお水をついてあげたりとか、まあ、そういった時にも使えそうだなと思いまして購入してみました。はい、で次はですね、子供用品を購入してみたんですけど、まずはこれですね。はい、子供用の食器が IKEA も販売されてるんですけど、このような可愛いカラーのプラスチック製のコップがまとめて販売されてたんですが、これ可愛いなと思いまして購入してみました。大きさもすごく使いやすいですし、普段使いに良さそうですよね。はい、で時々やっぱり小さい子たちが遊びに来たりとかっていうのもあるので、コップがないっていう時もやっぱりあるんですよね。はい、その時にでも使えるかなと思って、いろんな色が入ってるものを買いました。はい、で食器つながりでこちらです。これはねセールでお安くなってたんですけど、子供用のスープ皿ですかね。ちょっとこれはもうクリスマスプレゼントとして今から梱包しようと思うのも開けないんですけど、はい、このような感じのスープ皿です。こういった食器が我が家にはなくて、熱い汁物とかを飲む時にやっぱり勝手が悪そうだったので、こういう両手で持てるタイプのスープ皿が1個欲しいなと思ってたんですが、まあ、今回 IKEA でお安く買えたのでこちらをプレゼントしたいと思います。はい、そしてもう1個あるんです。クリスマスプレゼント、それがこちらですね。プレゼントと言いますか、まあ収納ボックスになるんですけど、レゴが息子好きで一人でよく遊んでるんですけど、このケースの中にそのレゴを収納できるんですけど、加えてこのボックスの蓋の部分がボコボコしたと
突起状になっているんですが、この蓋の上でブロックを結合させることができるんですよね。そうするとすごく遊びやすいですし、まあ、箱状になっているということで収納もできるという、まあ、一石二鳥のボックスでございます。こちらとさっきのこの食器はまたクリスマス用に梱包したいと思います。はい、で続いては子供グッズつながりでこちらですね。はい、子供用の木製のハンガーを買いました。はい、これはもうすでに使っているんですけど、非常に使い勝手が良くって、こういったものに揃えたいなと思ってましたので、今回追加で2つ購入しました。5本セットになっています。キッズサイズのお洋服にはね、すごくぴったりの大きさです。はい、とても使いやすいので、皆さんもぜひ使ってみてください。続いてはお掃除道具1種類だけなんですけど、こちらです。はい、これは、まあ、いわゆるスポンジなんですが、薄いタイプのスポンジです。裏面がこのようにゴムがついているんですけど、こうやって手を入れていろんなところを掃除できるっていう商品です。はい、私はお風呂掃除を毎晩するんですけど、その時にやっぱりね、使いやすいスポンジが欲しかったんですけど、私はどちらかというとこういう薄めのタイプのスポンジが好みなんですよね。はい、なのでこちらを購入してみました。まあ多分時間が経過すると毛玉とかができそうな感じなので、今回は3つ購入してストック分を作っておきたいと思います。はい、では最後は収納グッズです。はい、もうすごく可愛いのが届きました。2種類紹介します。1つ目はこちらですね。この可愛いカンカンのボックスです。はい、このような感じのすごく可愛らしい箱を見つけました。大きすぎず小さすぎず、いろんな収納に使えそうなボックスです。これもね、ちょっと今から収納に使っていきたいと思います。はい、で最後です。こちらです。これも新商品ですね。もう私はこれを楽しみにしていました。素材はですね、まあ上質な紙素材でできてるボックスなんですけど、 7-8cm ぐらいの深さのあるボックスです。取っ手がついてるんですけど、これを開けます。じゃーん。はい、なんとかわいい
仕切り付きのボックスです。で中に仕切りついてるんですけど、これこうやって取れるんですよね。そうだから好きな位置に移動して使うことができそうなんです。イメージ画像では時計とかアクセサリーとかを収納してるような写真があったんですが、私はまあこれをですね、お裁縫グッズを収納したくて、はい、これに詰め替えていこうと思います。この開けた瞬間のこの可愛さですよね。多分こういうのがお好きな方多いんじゃないかなと思います。私もその人間の一人なので、はい、とってもね可愛らしいです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は IKEA の購入品をご紹介しました。今 IKEA は新商品がすごいたくさん出てて、可愛い商品がかなり豊富に出てきてるなという印象でした。ご紹介した中で気になった商品がございましたら、ぜひ購入されてみてください。私は今回オンラインで購入しましたので、そちらの URL も概要欄の方に記載しておきたいと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。